愛媛の笑顔発信、姫推し。能登半島地震では建物の倒壊や津波で大きな被害が出てしまったけど、災害への備えもう一度確認しておきたいね。はい、3月11日は東日本大震災が発生した日です。愛媛県でも南海トラフ地震での甚大な被害が想定されています。今日は吉田高校の地域ぐるみで地震に備える活動についてご紹介します。こちらは工業科の生徒がタイヤのホイールなどの廃材で作った料理も作れる焚き火台です。また1年生は高齢者のお宅を訪問し家具を点検しました。実際に作業をしてみてどうでしたか？家具に固定器具を取り付けるだけだと思っていたので簡単だと思っていたんですが難しかったです。寝室では絵や賞状などの額縁が固定されていないケースも多く、位置を変えたりしっかり固定し直しました。勝手口が使われていないもので塞がれていて、避難経路を確保するために家具の移動などを行いました。高齢者の反応はどうでしたか？一人では家具の移動が難しいので非常に助かったと言っていただきました。また庭の掃除もしたのですごく喜んでもらいました。今回の取り組みで良かったところを教えてください。はい、高齢者の方の命を守るということはもうもちろんなんですけど、生徒たちが防災や減災の意識を高められたのも非常に良かったかと思います。今後も生徒たちが避難防災の率先者として活動してくれることを願っています。さて、地震から命を守るにはご自宅の耐震性能のチェックも欠かせません。県では住宅の耐震改修補助制度があるんですよね。はい、昭和56年5月以前に着工した旧耐震基準の木造住宅は地震による倒壊の危険性が高いため早期に耐震化を進める必要があり、愛媛県内の市町では耐震化にかかる補助制度をご用意しております。対象の木造住宅では耐震診断は3000円から実施できますし、耐震改修工事には標準的な場合の補助金としてドドンと100万円を補助しています。まずはお住まいの市町の耐震補助相談窓口にてご相談ください。地震が起きたら、揺れた後は津波から逃げるが合言葉です。事前にハザードマップで津波が来る場所や高さを確認しておきましょう。揺れが収まったらすぐに高台に避難です。ハザードマップはお住まいの市役所や役場から配布されていますが、スマホでも検索可能です。避難先への経路も実際に歩いてチェックしておきましょう。今週の姫推しポイント、県民の皆さん、いつ起きるかわからない地震津波への備えしっかりしておいてほしい。県3月のプレゼントは天然 100% 果汁の岩木レモン2本セットを10名に。南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。未来へと続けこの笑顔、いついつまでも。高校を卒業される方、再就職を希望される方、ものづくりを学べる県立の専門校で手に職をつけませんか？県立宇和島産業技術専門校では4月12日まで願書受付中。詳しくはホームページまたは直接学校へ。